みなさんこんにちは。アマルです。初めてのメイクのビデオ動画を日本語でやるんだけど、ごめん、いきなり緊張しちゃった。なんで変な子。まあちょっと説明が下手だから、まあ見て、結構簡単なメイクだから見て多分すぐ分かるのね。私の説明聞かなくても。なのでもしこのメイクをどうやってやったか知りたかったら見てください。じゃあね。じゃあ白いアイシャドウを目の中側で塗って目を明るく見せるためにね。でそれから黒いペンシルライナーでこのラインでアイライナーを塗るような感じで軽く塗って、で目の内側の中の方も塗って、こんな感じで、リキッドライナーでアイライナーを塗ります。でマスカラを塗って、で私マスカラ今日は2種類使うんだけど、これロリアルの、わかる？テレスコーピックマスカラは結構まつげが長くなると思うので、これを最初に使って、でその後にメイベリンのボリュームのマスカラ使う。これ The Falsies。 まあ、つけまつげつけたい人はまつけてもいいと思います。で下まつげのラインに茶色いアイシャドウちょっとだけ塗って、それからマスカラをつけます。感じで目のメイクが終わりなんだけど、まあ、アイシャドウとかなしで目をパッチリするためにはアイライナーとマスカラが一番大事と思います。と中側の、まあ、アイライナーはすごい黒いから中側の内側、目の内側にちょっと白いアイシャドウをつけると目元が明るく見える。で、せっかくのパーティーだから赤い口紅リップをつけるといいと思う。で、まあ私が使ってるのはこれレブロンのリップステイン、落ちないやつ。で30秒間乾かして、その後にグロスとか塗って出来上がり。こんな感じで出来上がりました。私的にはこのメイクは一重でも二重でも誰でもできると思うのね。アイシャドウとか何も使わないから、ただアイライナーだけで、もちろん一重でも二重の人でもまつげ持ってるじゃない。だからアイライナーとまつげマスカラ使えばできる、簡単だし。で、まあ、目元はすごいシンプルで、シンプルだから唇を派手な色を使うといいと思う。でもしパーティーじゃなかったら、まあ、ピンクとか薄ピンクとか何でも使っていいと思う。じゃあ冬休み楽しんでね。もうすぐ明けましておめでとう。
来年もよろしくまだ来年じゃないけど、でチャンネル登録してなかったらチャンネル登録もしてください。じゃあねー。